Google Pixel Presents Another Sky。 1970年に設立されてるお店だそうです。めちゃめちゃ先輩です。あ、楽しみ。なんかお店の店内もすごい素敵いいですよね。うわ、迷いますね、トッピング。どうしよう。ベーコンとバジルとトマトにしてみます。オーダー OK? Yeah. ランチスペシャル。ランチスペシャル。That's all there. トッピングス、カナディアンベーコン。And フレッシュバジル。ベーソン。Tomato. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. ドキドキしました。ちょっと英語喋ると気持ち声小さくなってます。なりますなります。あ、ちょっと発音合ってるのかなとかアクセントがとか思っちゃって。わあ。ついに来ました。わあ。わあ。Thank you。あ、いい感じ。Thank you. Enjoy. Thank you. Wow, 大きい。すごい。なんか私の知っているピザじゃない。すごい壁が。焦げとか大好きなんです。なんかお米のお焦げとか、あとなんだろう、パンの焦げとか。こっちの食事って考えると。めちゃめちゃビッグなものが出てくるんじゃないかと思うんですけど、意外とコンパクトサイズで、わーい、一気に湯気が出てる。なんかケーキみたいですね。いただきます。めっちゃチーズがトロトロで美味しい。トマト入れたの大正解でした。ちょっと生地がパンっぽいですね。パンっていう感じがします。割と厚みがあってふかふかしてて、でも中にチーズが練り込まれてるような感じがします。バジルの香りが最高です。シカゴピザめちゃめちゃ美味しいです。トッピングカスタマイズできるので、皆さんお好みのピザをぜひ試してみてください。食べに来てね。私のお店みたいな感じになっちゃいました。